ヒロハヤ、ラケッティングをしみな。ボールをラケットのスイートスポットで打つ練習や。どうや、自分もやってみるか。ええ返事や、いい子か。遊びや、楽しもうな。もうちょっとや、頑張れ。ラスト1球や。もうちょっとや、頑張れ。ボール、お疲れさん。なかなかええな、才能あるで。今日はここまでやな。お疲れさん。ほな。まずは選曲だね。どんな歌を歌うか。俺はバラードなんていいかなと思う。明るいのがいいな。ウキウキするようなやつね。俺は派手にシャウトする曲を押すぜ。俺はトランス系のスピード感がある歌がええな。僕は特に何でもいいかな。見事にバラバラだな。それじゃあそれぞれの希望を入れてメドレーにすれば。それだと曲の統一が取れてないから構成が難しいよ。明るいポップな曲から始めて中盤乗ってきたら派手な曲にして、その後トランス系で乗せる。そして最後はしんみりとバラード。こんな構成ならいいんじゃないかな。まあそれなら文句ねえか。いいアイディアじゃないかな。ちゃん、さすが佐伯、うまくまとめるね。あ？お前は確か。ああ、ワリワリ。激ダサだな、俺。あ、いや、長太郎が呼んでるんだな。そうか、すまんやな。それじゃあ、また今度な。
前は確か評定の2年だったな。清と言います。覚えていただいてるとは光栄ですね、真田さん。うん、お前の構え、古武術の方に興味があってな。あれは沖縄古武術の方ではないのか。よくご存知ですね。型を見て当てた人は初めてだ。俺も武道を、居合道を学んでいる。家が道場でな。俺もそうです。親父が師範でしてね、小さい頃から叩き込まれてきました。おかげで古武術で同世代のやつに負ける気はしませんよ。ほう、言うな。あなたにもテニスではまだ勝てないでしょうが。負ける気はしないと。ええ、その自信、完膚なきまでに叩き潰したいものだ。あなたこそ俺に勝つ気でいる、その自信はどこから来るんですか。知りたいもんですね。こう、お前か。そうか、じゃあ真田さん、失礼します。ああ。なんだ。真田さんのことかな。あれはわざとやったんだ。あそこまで面白いくらいに乗ってくるとは思わなかったが。ああ、単純な人だな。なんだ、俺に言おうか。今忙しい。至急でなければ出直してくれ。わざわざ来てくれたのに悪いな。お前か。なんかよ。練習？違うって。ただの遊びだ、遊び。違う違う。この俺がランニングなんかするわけないじゃん。気にするなって。で、何？だから練習じゃねえって。遊びだって汗くらいかくだろう。なんだよ、なんか言い出さそうだな。おう。Thank you.
なんか言おうか。俺に？ありがとう。なんやろ。おお、ゲストバンドか。しかも有名メーカー品やな。ああ、大事にさせてもらう。ああ、友達？ちょい待て。これ、自分がくれたんと違うんか。いや、そうやなくてな。自分が俺にプレゼントしてくれたんとちゃうんか。カード、あった。ねえやないって、そういうことは最初に言わな。ボケボケやな。まあやわ、その子にお礼言うといて。そうか、あんまり意識したことないな。そう言われたら悪い気はせんけど、自分はどうや。ほんまか。お嬢さんみたいに可愛い子が俺のファンになってくれたら嬉しいわ。女の子の可愛い友達は信用できんのや。どういうダンスにする？そりゃアクロバティックなダンスに決まってるじゃん。ほう、俺に挑戦する気か、キクマル。もちろん、負けるつもりはないからね。おいおい、仲間内で揉めんなよ、お二人さん。基本的にはストリートダンスでしょ。ブレイクダンスが入ってもいいよな。お前は体動かせたら何でもええで。ジローはどうなんだ。あれ、やっぱり寝てやがる。起こさなくていいのか。ほっとけ、後で俺が教えてやるよ。大丈夫なのか。いいじゃん、それよりも早いとこ決めちゃおうぜ。じっとしてんの苦手やん。はよやろうな。お前か。ああ、うん、多分。なんか言った？
俺そんなに熱血じゃねえぞ。でもな、ジャンプだけは絶対誰にも負けねえ。ああ、俺は絶対誰よりも高く飛んでみせるぜ。一緒に帰るか。テニス部のみんなともだいぶ打ち解けてきたみたいだな。そうか、それは良かったぜ。なんだよ、ジロジロ見て。そうか、なんか照れるぜ。もうかよ、早すぎんな。お、またな。